不発弾は先月、守山区の名鉄小畑駅付近で道路の拡張工事の際に見つかったもので、処理作業は今日午前10時過ぎから始まりました。これに伴い名古屋市は発見場所からおよそ300メートル以内の区域に避難を呼びかけていて、作業開始前には区の職員などが1170世帯2428人の住民に避難を促しました。また名鉄瀬戸線は午前9時ごろから栄町と尾張旭駅との区間で運転を見合わせているほか、周辺の道路も一部通行止めになり、名古屋市営バスは一部の路線でルートを変更しています。処理作業は早ければ昼過ぎに終わる予定です。